感じですかね。何時かな、でも多分、お昼過ぎの何時間後かにやってると思う。多分だからちょっと何とも言えないんだけど、まだ多分そうだね。あ、分かんない、どうだろう。でもそう、午後また、そう、まだ残ってる時間いっぱいあるので、午後やります。いっぱい見てください。そんな感じです。なんか外微妙に暖かいやって。そう、寒くない？寒くないですか？わかんない、なんか絶妙に寒い気がする。愛は愛はって愛は絶妙に寒い。そう、シンプルに多分冷え性っていうのがありそうだけどね、多分です。はい、冷え性に勝てるものはないって感じ。そう、勝てるものなくて。絶妙にこんにちは、いや初恋をこんにちはみたいに書かないで。でもそれ初恋をこんにちはなの。うん、絶妙に絶妙にかかってるのよ。やってたけども、でもなんかわかんない、あれ難しかった本当。そう、あ、いや、そう、でも初恋よこんにちはの先生、ダンスの先生と仲良くて、でそう、仲いいとは思ってるんですけど仲良くて、そう、会うたびその楽曲でさ、まあその先生いろんな違う楽曲も担当してるって、そう、いろんな曲の時に会うんだけど、あいちゃん今日大丈夫って、今日できるってすごいニヤニヤしながら、あいちゃんできる今日、あゆできますかねって今日できますかねって言う、そう言っちゃう、どうですかねって、できないかもしれないってそう、いつもそんな会話を絶対する。初恋よこんにちはってどの辺が難しい、やってみたらねみんなわかると思う。なんか見た感じ簡単そうじゃん、愛も簡単そうだと思ったの。え、これはもう多分レッスンだけでいけるなと思ったの。思ったな、愛も本当に思って、いざやってみたら全然できなくて多分あれなんですよ、簡単そうに見えて意外とややこしいの。なんか細かいのかな、一個一個がわかんないけど、なんかそう意外と難しくて、やってみてほしい、みんな感じです。そう、意外とのやつ、意外と難しいタイプ。あ、そう、お料理選抜はね、料理いつの間にか決まったのですなんて、そう決まってました。でもあれなんか、そう、愛たちもあの、そう、この間知って、そう、なんかここもうちょいこうしたいですみたいな書いて、そう送って、変更点っていうのかな、そういうのあって送ったんですけど、そう、それがどうなってるか分からなくて、みんなもう、そっか、みんなにももう見えてるって感じなのか。そう、さっき、そう、それでね、そう動いてた、デザートブラインが、あれ変わってないよみたいな。そうだから、もしかしたらあれからちょっと変わるかもしれないし、ちょっと分かんないっていう間じゃ、そう、もしかしたらあの写真通りかもしれないし、そうか、ちょっと変わるかもしれない、そうっていう、そう、そんなです。でもそう、お芋のやつになりました。そうなんですよ、そう、ぜひぜひ
お楽しみに、お楽しみに。ぜひぜひ。はい、そんなです。そんなですって。そう、でも本当に美味しいので、でもまたあの試作の時ともまた多分ちょっと違うんですよ。試作の時ともちょっと違くて、そうだからあの試作の時の味がそのままかってやったらそのままではないとは思うんですけど、そう私たち、そうでも絶対美味しいと思うのでぜひ楽しみに混ぜてください。そうお楽しみに。はい、そんな感じです。前も普通に食べに行きたい。普通に食べたいね、普通に食べたい、食べたいな、食べれるかな。でもなんかどの部のも気になる。どこ、え、でもどこ、え、でもでもね、え、でもどこも食べたい、4つの部。うん、でも気持ちいいデザート多く頼んじゃいそう。他1個ずつ頼んでデザートだけ5つみたいな。ありそう、それは全然ありそうすぎて。コロッケ食べたい、コロッケ食べたいじゃないよ、デザート食べて。デザート食べて。さすがにきっとデザート部の配信を見てくださってる方はデザート部のスイーツ食べてくれるとあゆは思ってますよ、さすがにね。すごい。さすがにね、食べてくれると思ってる。そう、あのそう、他の部も食べたとしても一番デザート部のスイーツをいっぱい食べてくれるんじゃないかなってあゆは思ってますよ。うん。はい、思ってます。皆さん、はい、よろしくお願いします。謎にすごい進める。そうだよね、やっぱそうだよね、みんな絶対デザート食べてくれるよね、今いる方は絶対そうだよね、そうだよね、うん、いやそう思ってる。そうそうそう、デザート部2位だよ、だって。お、今ですか、ショールームのやつね、嬉しい。愛も維持できるようにいっぱい配信します。そうマックス3時間なので、3時間ね、なるべく3時間いっぱいできるように頑張ります。そう、あと明日までなので、そう今日と明日ぜひ見てください、皆さんもよかったら。近くで売ってるといいんですが、確かに遠い方は来れないよね、そうだよね、なかなか。じゃ、そうだよね、でもそうだよね、そのね、帰る場所に足を運んだ方、今見てる方で、そうそうは絶対みんな買ってくれると愛は思ってる。あ、そう、他でご飯食べて最後デザート部のパフェに行く流れがもう最高です。お腹空いた状態で多分来ちゃうと多分みんなご飯の方に誘惑されると思う、だからみんな程よくお腹いっぱいにしてくれば、そうデザートしか行かないので、近くでちゃんとあの軽くご飯食べて、そうデザートが何個か入るぐらいにね、胃を残しといて、何個か何個か入るぐらい残しといていけば、そうそういい感じだと思います。
池袋と大阪で、池袋は予約制だそうですよ。お、皆さんですです。皆さんです。なので大阪のか、大阪に行く方は予約しないで大丈夫ってことか。で池袋の方は予約必須そうなので、はい、よろしくお願いします。そうそう、多分お腹空いた状態で来ちゃうと一番誘惑されるのが多分コロッケとオムライスだと思うので、程よく多分お腹いっぱいにしてきたら、そうがっつりはいかないと思うんですよ。ってなると、そうデザートかスイーデザートかスイーツじゃない同じこと言ってた、デザートかたこ焼きになるじゃないですか。でもご飯食べてるからたこ焼き、うんってなるじゃん。ってなったらもうあとはデザートしかないんですよ皆さん。そうなのでなので程よく食べて会場に、はい、来ていただけたらなと思います。そうそう、もう一択に絞られるので。確かに大阪はね、たこ焼きを食べて、たこ焼きでお腹をね程よく満たしてから来てもらいましょうかね。そうだね、コメントで書いてくれてる。デザートで腹いっぱいにしてくれ、それはもうデザート食べれなくなっちゃうそれはもう食べれなくなってしまうすごい甘党ならいけそう。でもはい、ぜひデザート部、デザート部のデザート食べてください皆さんはい、お願いします。でもデザート部もあのお芋なので、そうなんて言うんだろう、激甘とかでもないので、そうなんか甘いけどスッて入る感じに、そうきっと仕上がっていると思います。そう試作の時は結構すんなりスッて入った愛はそんな、あ、甘ったるくないって思いました。そうはい、皆さんお願いします。ね、確かに愛はね、お店行きたい、普通に、そう普通に行きたいんですよね。でも行けるかわからない。あゆもあゆは全然もう毎日でも行きたいぐらい本当に、ね、多分長い時間やってるよね、多分わかんないけど、開店と閉店の時間がちょっと何時かわかんないけど、そう多分長い時間程よくやってると思うから絶対行けるよね。行けそうなこと多そう、行きたい、行けるか分かんないけど行きたい気持ちはもういっぱいあるいっぱいあります。はい、でもはい、楽しみに待っててください。え、でもさね、ショールームのね、このお料理のね、お料理のショールームのやつも明日で終わり、早いよね。ね、早すぎ、早すぎだ、早すぎだっていうでもほんと早いけど、でもねねって言葉が出てこない人ねって、はい、あ、15分経ちましたってなった。確かに早かった。もうちょいなんか長く感じるのかなと思ったら全然早く感じて、はい、そんな感じでここの配信おしまいにしたいと思います。またあの午後またやるのでぜひ見てください。やる前また入れます。はい、じゃあランキング読みます。13位バサラさん、ありがとうございます。12位だが断るさん、ありがとうございます。11位
ISM さんありがとうございます。10位そらさんありがとうございます。9位あさんありがとうございます。8位ぶち上げにゃんこさんありがとうございます。7位けんさんありがとうございます。6位 ENCHANTE さんありがとうございます。5位立山県警さん合ってますかね、ありがとうございます。4位ラーカイラムさんありがとうございます。3位もしもしさんありがとうございます。2位人生方向音痴さんありがとうございます。1位ギャローさんありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。また見てください。ありがとうございました。バイバイ。